当期の実績と今後の取り組みにつきまして、まず内部成長でございますが、おかげさまで分配金は目標としておりました8000円台を達成いたしました。8164円と率にしまして 3.8% の増配となりました。稼働率につきましても引き続き 98.4% と高い水準を維持しております。賃料も7期連続の増額改定となり、現30期におきましても増額が見込まれておりますので8期連続が実現する予定でございます。今後につきまして右になりますが、4分割をいたしましたが、4分割後の分配金につきましては2000円台で巡航させ、さらなる成長を目指してまいります。続いて外部成長でございます。まずはポートフォリオの強化に向けまして、資産の入れ替えを検討してまいります。資産の入れ替えにつきましては、これまでも当グローバルワンにつきましては戦略的な入れ替えというのは数度実施しております。そうした知見を生かしながら検討していきたいと思っております。決算ハイライトをご覧ください。一口当たり分配金は8164円、分割後換算で2041円となりました。 TK 南青山ビルのオフィステナントとマーケットの動向について説明します。オフィステナントである東急不動産より本社機能を移転する方向である旨の連絡がありました。本物件は2005年10月の物件取得以来2度のオフィスのテナントの入れ替えを経験しておりますが、いずれも空室期間は発生せず稼働率は 100% を維持しております。今後の展開を見据え、マルチテナント化と一棟貸しの両面からプレマーケティングを開始しておりますが、すでに多数の問い合わせをいただいている状況です。周辺エリアの空室率は低水準で推移しており、賃料は上昇基調にあることから、入れ替え後の賃料は相応の水準を確保できるのではないかと考えております。当期の賃料増額改定を実現したことにより、一部のネガティブレントギャップが解消された一方で、さらなるマーケット賃料の上昇を受けてネガティブレントギャップが拡大し、マーケット賃料が現行賃料を超過する額が前期においては現行賃料総額の 5% でしたが、今期は 6% まで増加しております。24ページはこれまでの資産入れ替えの実績について触れております。このように本投資法人は従来より含み益の実現とポートフォリオの質の向上を目的とした資産入れ替えを行ってきましたが、引き続き投資主価値向上に向けた取り組みとして資産入れ替えを検討してまいります。昨年11月15日に自己投資口の取得を決定し、翌16日から今年の2月27日にかけて合計2474口、計10億円の自己投資口の取得をいたしました。フリーキャッシュ約10億円を活用することにより、一口当たり分配金は83円、 1% 相当増加しました。ご覧の通り、赤で示した本投資法人の投資口価格は緑で示した東証リート指数と比べてアウトパフォームしていることがご確認いただけると思います。